市販のドールアイ。写真中最も大きいもので 24mm サイズ。ドールアイは人形に使用する義眼のことである。マシンメイドのものと職人のハンドメイドのものがある。人形の顔の目に当たる部分に穴を開け、裏側から留め付けて利用するのが一般的である。直径のミリメートル単位でサイズ分けされており、素材や生産元などごとに様々な種類がある。 ガラスを素材としたドールアイのこと。他の素材と比較すると人形の目に光が入りやすい。ペーパーウェイトタイプの HG グラスアイがスーパードルフィーと共に普及したことをきっかけに近年かなり一般的になった。シリコンを素材としたドールアイのこと。ガラスのものよりもデザインに自由が利きやすいため、変わったデザインのものやオーダーメイドデザインのものが数多く作られている。 素材がデリケートであるため、ホコリがつきやすく、専用の接着剤を用いる必要があるなど、扱いには注意が必要である。アクリルを素材としたドールアイのこと。最も安価で大量生産しやすいため、手に入りやすい。湯沢や東急ハンズなどでも販売されている。また、他の素材と比べて、非常に扱いやすい。ボックスはアニメ風のアクリルアイとして、 アニメティックアイズ、アニメチックアイを製造している。レジンを素材の一部に利用したドールアイのこと。他の素材と比べると、経年劣化が起こりやすいが、個人での制作環境を用意しやすいため、個人制作者が増えている。その作り方や構造は様々で、レジンを全面使用したもの、真に別の素材を用いるもの。 瞳部分の模様を紙に印刷するものなど多くの種類がある。個人作成のものは除く。ありがとうございます。